さあ、この中からパートナーを一匹選んでください。いや、誰やねん。アビース。あ、いやいや、クラベル校長だよ。絶対ちゃうやん。アビース。私はニャンハ。私はハゲーカ。ガジガジガジ。ロケットだ。へえ、それぞれのパートナーを選んだな。ってことで、今から24時間草炎密生活。嫌いすぎるだろ。アビーヒュイ。ってことで、最初の試練だ。ってことで、最初は草のミッション。ミッションじゃねえや、試練。ガバガバや。草タイプのポケモン10匹集めろ。探せ。はい、1匹目これまとめ。なんでよ。最初にいるもん、この子は。ボンボン草タイプだよ。あ、キュウ、オッケーじゃん。え、オッケーじゃない。オッケーじゃない。なので、この子ケイミー。まず1匹目。あ、僕の持ってけるのならいいけどな。うわぁ、うわぁ、うわ。でもこれはソファーだからダメだよ。もう疲れとるやん。大した。めちゃくちゃ疲れとるやん。あ、あ、関東地方といえばデドルメン不思議バナ。うん、似てないものまで、ありがとう。あいや、いいね、このさ、最初の3匹シリーズで揃えるよ、私。ガラル地方のゴリランダー。あー、ゴリランダードラマタック。いい感じです。もうええか。他も使うね。あとは草タイプだから緑色の子が多いと思うねんな。おお、な、何これ。これはスクラビングパピー。これ見つける。あ、着いた。クリーム。これで、ね、1匹見つければ1匹か、ハートに許してもらえる。あ、見て、デデーン。デデーン。さあ、ノダイトスは何地方でしょう。さあ、何地方でしょう。てっ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 て。ノダイトスは神王地方。ピンポーン。やだー。可愛い顔してる。可愛い。イルカのカスタタイプ。私のね、大好きなカスタタイプがいるんですよ、実は。お、チコ。チコリータ。チコリータ。可愛い。この中にいるとすごい。すごい迫力が。アイドルだ。トシちゃんとゴーゴーだから。あと1匹。あと1匹。ことは実際。見つけた。草タイプのティッシュ。これはただ緑色なだけ。じゃあこのタイプなんだよ。ノーマルじゃない、ティッシュは。ティッシュは全部ノーマルか。あとは、あ、私事故っとるやん。え、あそこにバスキッパがいる。どこ。あ、さあどうする。普通に立って取るやろ。そうやな。バスキッパー、はい、さあバスキッパー。バスキッパーちゃう。じゃあオッケー。OK かな。これでいい感じに飾ろう、ここに。ほら、草もあるから、すごい可愛いかも。できたできたー。ごめんごめん、一応入れたか。かっこいい。ほら、オッケー。なんか、おかしいのあるな。おかしいのあるな。これ、そういうのがないとまずいな。ここに、サタイプのお部屋がいる。デデデデン。デデデデン。緑だし、ちょっと草タイプっぽいかもって思うけど、腹張りは電気ー。だけど、その隣、その隣、ウツボットー。最初は3匹じゃなくなりましたけど。うつぼっと。なんか言われてる気がする。なんか言われたな。え、あー、さすがリョウガポン。オッケー、かわいい。かわいい。これだっけ。オッケー、やったー、集め終わった。あれ、数えるぞ。うん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あれ、あれ、しかも10、おかしくないのか。うん、マッキー、僕にこれ乗ってんの見てくれ。スクランブルパビー。緑色だからアクトタイプダメー。しょうがねえ。だったらこれはなんだ。ほんでベルカラにエナジーボール打ちそう。確かにちょっと打ちそう。じゃあ、ひろさん何か言って。チャンネル登録よろしく。よろしく。あれ、クリアー。え、10匹集まってるよ、これ。確かに確かに、うん、でもスクランブルパピーは可愛いけどダメだから。よいしょ、こちらで。なんで。はい、はい、はい、これ乗って徳ちゃんも帰りまーす。はい、バイバーイ。バイバイパピー。くせない。待って、エルンパパってさ、水タイプじゃないの。え、水くさ。あ、そっか、水と草タイプだからオッケーだったの。そういうことなんて。あ、くさした、取れないでよ、ママ。やばい。なんだ。見ろ、あそこにパビモッチが。ああ、パビモッチが。お菓子を取りに行ったパビモッチが帰れなくなってる。なんてことだ。おい、行くの、お菓子。大変だ。そうだ、炎の試練だ、これが。パビモッチを助けろ。熱いよ。あちあち。ダメよ、あちゃん。
かロケット団なのになぜか優しさがある。助けろって言ってるもんね。何助けてー。ゴロゴメ、あほらフランス行け、熱鉄砲。マグマが強すぎるんちゃう。ガス行け、熱鉄砲。マジモチが熱いって。はい、失礼します。マグマに対してこんなんで、ほらあすごいすごい、早い早い早い。もうあとちょっと、うん、早いよし。おいマジモチはぬるぬるぬるよ、それ熱い。どうしたマジモチが、ぬる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 でしょ。マジモチ助けないと、ほら、うん、あれあれあれ救助。そこは盲点でした。ここ液晶だってきたらもうすぐいたわ。しょうがねえ、机だからオッケーにしてやる。やったー、ビューンビューン。うわっ、なんだこいつ。こいつはさっきのマグマからやってきたファイヤービューンだ。倒さないと全部が燃え切ってしまう。やばい、倒すんだ。オッケー、わかった。ヤマハのコノハー。全然ダメだ、全然ダメだ。よし、ポケット、アクピ。これ、ピエ、ファイヤーピエ寝ちゃうのか。そしたら、今度こそ、ポケット、ヒロコ。ピエ、まずい。何も聞いてない。ダメだ。ヒロコか、もっと強く。ピエ、まずい。まずい、どうしたらいいんだろう。でも、ファイヤー、マグマ、トルネードピエだけど、強くなってる。もうファイヤーってことは、うん、倒してくれるポケモンもしかしたらいるのかも。おぉ、楽しいぞ。よし、電気タイプのパモ。あれ、かわいいだけ。あ、で、だってピカチュウに聞いてみようよ。あ、確かに。ピカチュウ、どうやったらピエン倒せますか。ピエンは炎ってことは冷たいあれじゃないか。アイスだアイスだ。やったー。あ、でもここにもポケモンたちいっぱいいるよ。ポケモンいっぱいいる。あ、もしかしたらそこにいるかもしれないな。おい、でも後ろ向いてる気がする。いや、そう、あ、イルカマン。イルカマンだ。イルカマンだ。イルカマンならなんとかやっつけてくれるかも。確かに。行ってみよう。さあ、行くぞ、イルカマン。アガジェット。ビュー。炎が消えた。ピエンが消えた。どうなるの、炎。どうなるんだ、炎が消えたら。消えたら。ピエンが当たって。引き出さんやった。すごい。ギリギリのライン。でもピエンが消えてギャラドスになったってことは、もしかしてこれ水の試練だったんだ。クリア。最後は試練をクリアした草、炎、水のポケモンを使ってバトルだ。イエーイ。さあ、もう出てますね、画面に。はい、この子は最後にしたいから様子を見てこれでいきます。出た。オッケー、よし、頑張れ。大事、一匹目。わあ、これはね。ポポポン、ポポポン。ウィンディのかっこいいところ見たい。あー、さすがに。いや、そうだね、うん、あんまり最初見せたくない。お、ドラゴン。ウレアドライブ強力ですよ、今一つでもこんなにダメージがね。わあ、いけない、やばくなっちゃった。これ悩むな。体育がね、そうね、俺らこそ悩むよね、うん、いや、あえてこのまま。お、何が来るか分かんないけど。あー、あります。守った。なるほど。あー、失敗。クイックターンだったんだ。なるほどね。これこれですね。だな。そう、やばい。いけ。そうだ、やばい。ほら、耐えて。わー、ほら、耐えた。なるほど。食べます。もぐもぐでもめちゃめちゃ回復しますよ、バンジの実。ブレアドライブ。ちょっと反動はあるが確実に。なるほど。うん、ドロロ、ありがとう。ドロロ、そしたらやかんやかんやかん。あー、いやー、でもそうですね。お、さすがにウィンディが来た。フィニッシャー。フィニッシャー。わ、シャドウボール。シャドウボール。ボンボン。うーん、どう、来たよ。あ、間違えて出たしちゃった。やっぱ迫力あるこのね、技も見たいんだが、ちょっとね、やっぱまだ可能性にかけたい。やばいやばい。レアルシャドウボール。しっかりとお盆の実で回復。うんうん、何で来るんだ。頑張りました。
張れ。お願い。十。うわあ。当たったー。すごい。命中が低いのに当てるっていう。まさかの当たった。トキちゃんが追い詰められました。マジのパートナー。出たー。まさにゃー。まさにゃー。まさにゃ。あ、これはもう。やー。来ました。と一匹でよ、この周り。頼むぜ。うわ、すげえ迫力。かっこいいよね。うん。やだね、オガポーン。さあ、ゴンどうだ。やめて。さあ、どうだ。うわ、危ない。いや、これは、これでいけます。ポンポンポン。ポンポン、お、テラスタル。なんだろう。しょ。マスカニャワン。おー、草テラスタル。草同士。草同士。草対草の対決です。草対草、うん、そしてなに、うわー早かった。なに、なんだと、おまーポン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 、ありがとう。いや、素早さ勝てるかなって思ったんだけどね。マスカーネもね、素早いから。うん、おもも頑張れるのか。ちょっと厳しいから。確かに厳しいか。これでいくぞ。減らしたと今の。さあ、お願いします。最後、熱いぞ。ラスト1匹同士。いや、これ進む速さがちょっと、ウィンディが避けてくれる可能性も。そうだね、もうそれにかけて頑張るしかない。大丈夫だよ。あー、頑張るぞ。あー、今一つだよ。やられてしまった。本当はあと6538個試練を用意していたんかな。ありすぎやろ。何日かかるのさ。ま、熱いポケモンバトルを見せてもらったから、これにて24時間生活終了だ。やだー。さて、俺様もアジトに帰るか。おい、まさかピエーイ。私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッツだったので、ニャオホを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。